事務所に行ったら何を悩んでるの。テーマは、テントウムシです。愛着湧いてきちゃった。あんなに見れてないかな。おしのママが来いなって話で。今日ちょっと事務所に来ちゃったな。中に来てるさ。ちょっと小声で行こう。小声で。ちょっとやばいっす。めっちゃ怒られたな。あれ、俺言ったっすもん。やばいって。俺もちょっと予想以上に怒られたもんで。また今回やばいっすもん。そう。今日はなんと社長のパソコンをテントウムシにします。これ見ないですよ。大丈夫ですか？しっかり見てください。これアップル。これアップルじゃない。ちょっとあれ。やばい。なおかつね。やばい。大丈夫ですか、クッキー新色で黄色テントもおるもんね。しかも、で、赤ですね。2色ですね。黄色テントと赤テント。やばいです。塗っていこうか。塗っていきますか。ちょっとパパッと、やりますか。じゃあ、やっていきます。いいね、いいね、いいね。あ、いいね。いいよ。もう下、下下ろしてる。あ、いいっすか。これ、汚いな、これ。汚いわ、これ。結構使ってめっちゃ指紋ついてるから結構使ってるっすね。やばい。うわすごい、これがすごい。うわ大丈夫かなこれ。いきます、いきます。やっとるぞ、私。大丈夫か。うわ本当に塗っちゃってるのね。やばい。ちょっと今やると気が引けるんですけど。いや、めっちゃ良くないですか。お、ちょ、これで終わりたいけど。まあでもこれ、こっからがまあ、OK。絵はできたっすね。なんかランダムな感じで浮かぶかと。ああ、ここの半分入っとったりとか。うん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 。そうそうそう。ああ、でも丸がうまく描けるかっすね、これ。なんかこうやってクロスしとるもんで。あれ、ハケでやった。ハケで。難しいんですよ、それ。それが難しい。そんな簡単じゃないですから。そんなことない。今デザイナーの人に、デザイナーの人がいるんですよ、こちらの。で、その丸を描けばいいの。ハケでグリル。簡単じゃないからね、これ。そんな簡単。まあ、俺はできるよ。俺はね。え？なんでわざわざこっち見るんですか？俺はできるよ。イラつ。超難しい。あざ。職人モードになってるわ。もう全く、ね、あ、職人あるあるっす。本当に。おしゃれ。赤。わ、赤テント全然いいっすね。わ、かわいい。あ、細かい石か。キーテント透けるね、これ。めっちゃ透け透けっすね。もう一回見てほしい。うわ、かわいい。めっちゃ絵になってるっすもん。これいい。ここに触覚生やしたい。それやったらもう完璧あれですね。やばい。これ色だと黄色がもう一回塗った方がいいです。これ塗ったりする。あ、いいか。いいんじゃないですか。ちょっと難しいな、ここから。やっちゃった。乾き待ちです。あ、そうですね。乾き待ちです。乾き待ちです。やるっすよ。やっちゃうっすよ。センス出るから。寝る前にタイガースすんだよ、お前。え、待って。え、あー、どうしよう。え、マジ行くっすよ。行け行け行くっすよ。行け行け。やばい。え、ちょっと待って待って待って。はい、やばくない、それ。なんですか。はい、はい、嘘嘘嘘嘘。こういうのいらん。いらないっすよ、マジで。ひどしげ。あ、めっちゃ硬くなってる。ちょっと難しいでしょ。うわ、これやばいですね。よし、職人だもんな。はい、りょうた職人だもんな。綺麗だろ。綺麗ですね。綺麗なんですけど、うん、あ、こうやって振れる。やばい。そう。あ、そうそうそう。ちょっと押せて。近いっすってマジで。恒例のね。本当。恒例のやつ。マジで近いっす。いらないそういうの。あ、上手じゃん。うまいうまいうまい。
うわ上手じゃん。まだ見えないテントウムシに。まだ今からっすね。ちょっとあれ行く？モトボスタッチアップ行く？行くっすか？ちょっとやばいですね。ガチでやばい。モトボスのタッチアップちょっと。教えてもらえって一回ボトボス教えてもらえって厳しくボトボスピンと丸見せてください一回ちょっと後でこれ直しますあもうボトボスもう現場離れてどれくらいですか1年迷いがない迷いがない人のだと思って手が治ったけどすごいね、治っていくっすね、うん、リカバリー入りますさすがっすねめっちゃ綺麗ですねいやーやっぱ違うっすね違うねやっぱ違うっすねそういうことやわもう終わり完成もうもうあんま書きすぎてもちょっと仕方ないですよもう黄色だから仕方ないですよ。見えないですよねこれ。え？じゃあ仕方ないですよ。黄色だから。なん？俺のせいじゃないですよ。配置じゃない。配置じゃない。ちょっと見してる。はい？こっち行ってもちょっと。こっすか？テントウムシで行ってみるのでも食べるのだって。テントウムシです。はい？だろう大丈夫っすって。大丈夫っす。切れるわ。なんか気まずいですね。気まずいですね。マジで嫌だもん。恥ずかしくてどれですよ。恥ずかしいですよ。死ねれんすよ。どうしようこれ。社長にどうやって渡そうだよ。渡すっていうか。もう待っとこうか。待ってとかいいっすよねこれ。待っといて。でもうその反応を取って。そうやね。ちょっと見てた方がいいですね。確実に。じゃあ社長が帰ってくるわね大丈夫ですかね、はい、大丈夫ですか本当に大丈夫だよ喜ぶ喜ぶこれタマ来るぞタマ来る来た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 お疲れーすどうしたどうしたはい何やべ私しか調子はぁはい何やべなんもじゃないですよ。俺のカメラも設置されてるし。何これ。来た来た来た。俺のパソコン？何やった？いやプレゼントですね。あ？プレゼントです。録音なんかやってるし。FT？ はい。いいの？お願いします。かっこいいですよ。気に入ります。何これ。また転倒した。おいもう電動車もういいよ車でしょ嬉しいですか嬉しくねえよ俺の仕事しろよえこういうことですよね社長いやもうめちゃくちゃ俺怖いで怒られたもんねちょっともう気になったなんて気になった考え出る前じゃねえも結構可愛いじゃんそうっすね気に入ってもらえるかなと思ってすごい来てよ来てよカメラ来てよしょうもないドッキリばっかりやりやがるなほんとかっこいいかっこいいうわかっこいいなーショッカーだったしねいいなぁ完全スタンバイじゃんお前こんな俺夜遅くに帰ってきてよお前こんなちょっと先生嬉しいっすか嬉しくねえよじゃあ分かってます分かってますもんね分かってますよもうそういうあれですよねこの間めちゃくちゃ怒ったじゃないですかあれってもっと来いよ。熱ですよね。逆にそう。だけどカメラで映ってないけどもっと怒られてるじゃん。そうですね。でもこれでこれで負けたら。かっこよくないですかでも。え？かっこよくないですか。ダメでしょう完全に。プレゼント企画でちょっとプレゼント欲しい人ちょっと募集しよう。欲しいですか？ね。欲しいでしょうこれ。欲しいですか？そんな感じがね。バイバイするかも。終わろう。終わって早くミーティングして説教させて。知らんの味方。やばい。入りましょう。お前うっせえのこんなお前仕事やっていいでも。
マルガの車やらかした分俺働かなあかんが。戻そう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 。このパスバリバリ。どうぞ。じゃあもう僕らちょっとふざけてますけど、まあ、仕事は一生懸命ねやってます。やってます。もうこれ見てもらったらもう最近あんまやってないじゃん。いや、やってますやってます。ちょっと1万超えたあたりからおかしなっていいだわ。ああ、まあちょっとね力の入れようね。まあそれも会社のためなんで。うん、はい。まあ、でも本当面白い現場のやつも出てるね。そうですね。でそっちの方も出てるね。はい。またどんどん面白い動画上げていきますんで、チャンネル登録といいねをたくさんもらえればまた社長も悲しむんで。チャンネル登録あ喜ぶんで。そうですね、あ、一つです。チャンネル登録すると通知が来るんだね。そうですね。ほんで別にチャンネル登録しても誰が登録しようとか分かんないからぜひ登録してくださいってことだよね。そうですね、いいねも塗装の職人なりやっぱしづらいっていうのもあるのかなとかね。あ、ライバル企業とかもね。はい、そんな感じで、はい、はい、また見てね。さすがない。こっちどっち。これ僕ですね。でもこっち的に、まあ、赤であれセンスがいいのか、なんかこっちジンマシンみたいな感じ。ちっちゃいな。ガみたいですよ。ガみたいな。こっち大きいでいいんじゃない？これちょっとそうですね。まあそんなことは語るとこじゃない。まあそこがさ、まあそこが差になってくるですねやっぱり。あそあそういう技術系動画に発展。そうそうそう、センスですね。いいじゃん、はい、いいじゃん。そうですね。そう。はい。どうも。いや動画見てお前俺のことケチャンケチャンってたら僕どうしよう。海外の車ですもん。びっくりしたもん。あれは外壁も可能です。外壁も可能ですよ。社長宅塗ってみた。